こう速度で一気にラインを回復しちゃうみたいなのもソニックはできるんで、まあ、マジでフォックス視点の崖の攻略はかなり一筋縄じゃいかなそうな試合でしたね。そう、フォックスの難しいところがかなり噛み合って、まあ、良くない方向に噛み合っているまあという剣か。が引き出してますよね。フォックスをそうです難ね。しくさせてるというか。確かにそうですね。さあ、グ始ランまドりファましイナたルですね。が始まりましあた。のしめやかに ひそやかに始まりましたけど。そして緩やかな試合進行と。さあ、ただやはり先ほどと同様に、まあ、後出しの展開になりますが。粛々淡々って言葉を思い出しちゃった。粛々、本当に粛々としますね、これ。スピンチャージと、まあ、ギャラボスを持ったパックマン、そして消火栓を挟むと。ういまい。やー、これは綺麗にそのスピンのホップする部分を捉えましたね。まあ、消火栓がやってきてる。で、パックマンはフリー。ってなると、まあ、ジャンプ逃げ。こう、そう、ジャンプ様子見とかしたくなるんですけど、そこめがけてギャルボス打ってますね。結構ね、安定卓に見える。そうそうそう。パックマンがフリーだと、結局、先打ちスピンになっちゃうんで、さっき言ってた。それそうをでするすわけね。にはいかないよねっていうことで、様子見ジャンプなんですけど、T はそこまで読んでいると。うわ、後ろ側に左に飛ぶんですね。今のは知らんかった。なんかね、ジャックの先端が引き寄せ判定のせいでみたいなのたまに見ましたけど、まあ、ベルでは初めて見ましたね。ガーキン空中前、ジャック2度目、冷静です。まい。ダッシュつかみ、しっかり避ける。パーセントは少しずつ回収できてます。しかし横おお、スマッシュですが、張り直し張り間直に合いしましだた。ね。ベルはキャッチ、これそは、して上スマッシュわあ、で抜多けて段し技まはそうなんだよね。う。パックマンの姿勢がいいんですかね、今のは。まあ、姿勢はあんまり関係ないですね。結局、多段技って吹っ飛ばしが強力じゃないんで、しびれを解除する吹っ飛ばしにならないから、なるほど。多段技の途中でしびれがそう解除なさんれですちゃっね、しびれのて、吹っ飛びになそう、るんで最す終ね。段の前にしびれフィニッシュになっちゃうっていう。そうなんですね。おお、お、なんかお互いが水流に。阻まれましたね、今。回避、台上まで見て。さあ、そして表の試合とは違って、かなり五分。いや、後ろだけ怖くないのか？ いや、よく今おお。通りました、ここで。本日初のストックリード、ケンソニック。またオいブジェ。やー、できた。リードされると話が変わってきますよ。もう最初からソニックがやってる様子見、それだけでいいんで。そう後出しの権利を獲得しましたね。ういやー、でもわー、通マすんジ？だよね、ティーパックマンなら。ちょっとひ右側に引き歩きを入れたことによって、ソニックがラインなくなってたじゃないですか。どっかで回復しなきゃなってなってたんですけど、釣り出しましたね、相手の前歓声を。しっかり止めましたね、今。うまい。そしてあっという間に火力を稼いで54%。パックマン、本当に火力高いですね、やっぱり条件が限られているとはいえ。まあそうですね。限られた条件をむしろ試合時間が長いんで、確かに、そう、試行回数は。指導技が球っていうことで、こうどこでやろっかなっていうのは、結構パックマン側が主導権握ってるんじゃないかな。そうですね、まあ、チャージ式なのもありますしね。さあ、かなり五分の展開が続いていますが、まあ、フルーツターゲット一旦貯めて、まあ、鍵でパーセント稼いでおきたいところですが、うお、固め、絶刀落としから空中上で、そうね。うわ、飛び出した空中前。ただ、こちらもギャラボスをいキャッチし直しまやー、す。もう3ストック目を2人は見据えてますよね、これ。どうやって勝ってやろうかなっていう。まあ、このストック取った方が勝ちくらいのまであるね。勢いの試合進行、まあ、勢いというか 矛盾してはいますが。そうだね。論調に勢いはあったね。そうですね。うまさあ、い！飛び出したんですが、引きステップ避けましたが、ホップ部分がかなりいい形で噛み合っていきました。空中しろ、持続勝手。いやー、ガードが間に合っている。いや、いい位置関係で
待ってますね、圧かけてますね、かなり。ここ一旦引いてラインを下げて様子見ます、まあそこで T が後ろ投げを放したとしてもソニックの引きダッシュからダッシュ攻撃で差し返されちゃうんで、そうですね、ギャラボスを一旦持ってと。圧がすごい。いや2度目の捕まりですが冷静です。さあお互い焦りませんそろそろ焦ってもいいんだけどなもう1分半が見えてきました。そしてここでベル装填、さすがにどうなんだ。いや分からない、ね、申し訳ないが分からない。構えてるってことはそうなのかも、まあ、ほかほか込みで。いやでもこれは十分になったでしょう。そうかも。ただ空中にはいや本当にならない。いい変更、外変更でしたね、外上なんで吹っ飛び自体も伸びてて何も届きませんでしたね。羽織吹っ飛びなら外上で、ね、吹っ飛びの量も増やせると、そうそうそう。さあそしてあの激強を伸ばすのちょっと痛いか。いやー水流強すぎ。あの激痛を避けたティーパックマンのターンになるのか。乗り切った。消火栓をうまく生かしましたね。積力があるんで、まあ、感性と反対側に動くことができるっていう、おお。いやーあーレバカちゃん偉すぎる。お前水流活用すんだろっていう運びたいんだよねの、レバカちゃでしたね。魂のレバカちゃだ。そしてフーターザビフェル装填。さあ30秒です。着地狩り、あえての目の前落ちね。勇気ある。おあ勇気ある。返す。この男どこまで度胸が座っているんだ。助けてほしい、助けてほしい。いやなんか返事だけと思えない秘密を見せているこれ間に合うか。いや 142% どう試合を決めればいいんだ。もうあと5秒だ。ベルはもう間に合わない。鍵もうパーセントが足りない。いやタイムアップで勝ち切りました。逃げ切ったなフラストレーションの発散ね7分の分をここに込める、まさかね残り1スト1ストじゃなくて2スト2ストでタイムアップ僕たちが話した時にもすでに多分タイムアップをね見据えてたんでしょうね、まあ、1スト取った時点で、あるいは、ね、まあ、取れなかったんでじゃあこのストックでと、手打ちにしましょうと。何やら相談がねえ笑顔で喋ってますけど、まあでも多分このカードが世界大会とかであってもこういう試合展開になるんで、そうですね、間違いないですね、かなり前になりますけどフランスでこのカードをやった回があったような気がしますね。フランスだっけ。その時もこんな感じでした、カノスがまだあった時ですねめちゃくちゃ前です。もう聞くだけであ、タイムアップだな、察してしまうそうです。うおー、シールド硬まあこのパーセントで掴まれても別にリターン出ねえだろお前っていうことでガンシールドでしたね。ゼロパーだとね、空上が繋がらないっていう話でしたよね、確か。で、覚醒が取れるタイミングでだけ掴むかなって思って様子見。いやただ美味しいパーセント65。ああのんびりと試合展開進められそうです、ティーパックマン。まあ、球によるプレッシャー、元来ソニックって球はちょっとだけ苦手なはずなんで、そうですね、まあ、止めやすいのもスピードが、そうそうそう、常に戦う位置を選べているのはティーパックマン側ですよね。そうですね。いやこれ2回で届くと、うまい。いやー回避が間に合った。上から行くの。激墜はしない判断でしょうか。左なら大丈夫っていうことですかね。捕まって右で読み合いするくらいならって感じですかね。あ、そうそうそう、そうかも。起点が効いてる。これソニックがいつ攻めるかっていうと、はい、このフルーツターゲットのチャージ中なんですよ、だから一回ベルをこうやり過ごすっていうことが何より大事。ここがチャンスですね。ベルを使わせた。もう一度ベルが欲しい、おっと鍵。ダウンが怖くなりますよね、鍵を装填されてると。まあ確かに。うわいや大丈夫、154%。そしてリンゴ、うわーガード解除に突き刺さるワンテンポ起きましたね。そ
そう最速投げじゃなくて、うん、もうアイテムの読み合いじゃないだろうっていうことで、うん、距離も離れたしジャンプとかで逃げられるかなっていう、うん、そこをねつきましたね。動き出し潰すね。さあ1ストック取りまして、ティーパックマン、これをこの牙城を突き崩すことができるか。ケンソニック肉体なのでどうしても被弾をせざるを得ない、うん、というか被弾 してしまうシーンが増えるのはかなり苦しそうだ。まあそうだね、特に下り空中攻撃なんて狙ってると、うん、その着地突きを弾で取られちゃうんで。そうですね、うん、高いダメージの指導技を狙えば狙うほど、はい、パックマン側のリターンも上がっちゃうっていうことで、なんか渋いんですけど、こう横強とか投げとか、うん、でなるほど、こうまず1回崩す必要が、そうやらなければいけないですね。いやー、この飛び出しの空中前だったんですが、消火線が助けた形、うん、いやーうまいな。そしてこれはジャンプがないが空中下詰め切りました。さあ押し切りです。空中下ではなく空中後ろで一発で倒し切りましたね。いやーマジか、おお、つかみは拾えないと。いやもうこのパーセントすら痛い、うん、痛い一撃になります。いやうまいうまい。いやーターンが終わらないか。おギリギリ掴みましたが、どうしてそこで掴み振っているんだ。弱二段止め、さようなら、僕は帰ります、うん、いや空中しろ、軸をずらして展開を切ります。上スマッシュですが、これはスポ抜けてしまう。さあもう2ストックリード、そしてケンソニックは撃墜圏内なので、もう跳ねた後空上で拾い直そう、うん、マルキナのドルフィンみたいなね、うん、あ確かにそうですね、空中しろで危ない。いや知っている、2回目の空中下で3足残し、うん、全部かいくぐったけどね。そうでしたね。一応そのスプリング復帰は崖スキップの選択肢もあるんで、はい、うんうん、まあ、まだこう剣としても確定で詰みはしないだろうということ で、うん、そうですね、まあ、崖上に合わせつつ、はい、逆に2回目の崖っていう、うん、まあ、強気な選択肢だったんですけど、はい、まあ、ティーは幅広く取れる空下を冷静に選んでました ね、うん、そうでしたね。なので頭出してても当たってそうでしたよね。まあ、そうね、持続が一応あるんで。さあということでフルセットに、いやー、まあそうね、選手が取ればリセットとなりますね、うん、考えるよねこれは。うーん悩みですねもう十分やったでしょとか言ってるよもう良くない、ね、そう、とりあえず優勝は欲しいっていうT のT 側からのなんか悪魔のささやきがね聞こえてきましたけど。おっと今ね会場にクラウドの声が響きなりましたね。まあ剣はね今朝サイコロアイアンマンを終えてきてるんでねそういえばそうでしたね、うん、なんで夜にもこんな耐久チキチキレースしなきゃいかんねんっていうちょっともう体力の限界かと、うん、クラウドですね。はい、これは、まあ、これもやはり昔の話になってしまいますが、うん、まあ、スパーゴティーパックマンのカードがありましたが、うんうん、その時はスパーゴ選手が勝っていましたね、うん、まあ風は出したいまであるんじゃないかっていうのは。あ確かにそうかもしれないですね、うん、まあでも勝ったんで先にキャラ選択ということになるわけですが、うん、まあ、本当に機動力があって、はい、クラウドは、うんうん、こうかつこういう上り空中攻撃にお仕置きいっぱい持ってるんで。そうですね、上スマ、そう競技上ビート、うん、何でもあるんでパックマンの肉弾戦の強みがちょっと行きづらいですね。あなるほど、空気差し自体はかなり刺さってる性能してるんですけど、あでもそもそも地上で勝たないと外に出ないですからね。まあそうそうそう、まあ、一応消火栓設置とか弾の圧とか使ってクラウドを後ろに下げさせることも可能っちゃ可能だと思いますけど、はい、ラインを押してワンタッチで外に追いやってそこから持っていければかなりいい展開と、うん、そして15秒使い切ったのでリミットは出ませんでした。むしろ今打ってなくてよかったまであるから、うん、そうでしたね、ジャンプで通りのけられてたので、うん、さあそしてベル装填、さあ密着展開まだでしょうって思っちゃうけどねどうなんでしょうね、構えてるとありそうは結構あれですね、うん、さあそしてここ消火栓設置に強切り、美味しいパーセントがあります。そして一応ねリミットっていうやることがあるのもいいですね、まあ、この待ち合いにおいて、ね、遠距離でリミットチャージで
運動性能も上がる、うん、撃墜力も上がりますからかなり、まあ、チャージ主力な要素になりますが、リミット波攻撃届いてる。まあ消火栓を起動しても、はい、向こうのパックマンに届いてもどっちでもよかったんですかね、うんうんうん、まあ、破裂するんでね、持続が出ますもんね、うん、いやー、前ダッシュを止める強切りだったんですが、ここはダッシュガードしっかり浮いています。拾って空中しろ、お移動回避にこれでリスク付け。さあこれはもうリミットを使う、あ、リミットウェビーを使うしかなかったんですが、リミットあるのに爪切りですか、うん、まあ、2フレームはね、あの判定もなくなるん で、はいでね、結構崖付近に置いとくっていうのが、うん、持続の長い空中したと、うん、安定にはなりますね。しっかり持ってきましたね、それでも、うん、そう、ただまずはギャラボスを装填、まあ、美味しい火力を稼がせてくれと、うん、まあ、剣にとっても低パーセントでこう、はい、崖付近で戦うのが一番危険なんで、うん、確かにここは静観ですね。まあ、ティーパックマン側としても別にリミットが切れる分には構わないよというのも若干ありそうですね、うん、強切りが抜けてしまう。うお、クライスがいい。やはりパックのクライスが良い。この球体意外とね、へこむんですよね。あ、そうですね、うん、なんかめちゃめちゃのけぞりますからね、まあ、そのせいでね、剣使いなんかかなり苦しんでる印象がありますが、まあ、転倒とかが、まあ、特に剣使いなんか、あ、確かに、うん、あの一瞬浮くやつですね。そうそうそう、剣も苦しんでるんだ。なんか昇竜剣がめちゃめちゃ抜きやすいらしいです。さあ、かなりゆっくりと試合展開になっておりますが、うん、さあ、やはりベルを構えているティーパックマン、ジャスシルドからめくり回避。でもクラウドの空中しろだからこそなせる技です。そうですね。うおー、横スマッシュ届いてる。パーセント管理はバッチリです。まあ、ダッシュで追っかけてるっていう展開が続く中で、はい、あそこの台折りの瞬間だけは急停止して様子見っていう、うんうん、いいテンポチェンジ。これやばい。ないので、やはり出ましたね、橋だとこうなりますよと、うん、そんな試合展開でしたね。さあ、ということで本日の優勝はゼータの T 選手。そうね、 T 選手だね。おめでとう、はい、おめでとうございます。じゃあ僕はここで、あ、はい、はい、ありがとうございます。そそくそとありがとうございます。そんなにそそくと、はい、ありがとうございました。ルリットでした。